中国共産党中央政治局常務委員会。中国共産党中央政治局常務委員会は、中国共産党の最高意思決定機関。憲法において、中国共産党が国家を領土すると規定されている、中華人民共和国の政治構造において、事実上国家の最高指導部でもある。中国共産党の最高指導機関は、全国代表大会、党大会であるが、 通常5年に1度しか開会されず、党大会で選出された党中央委員会が、党大会閉会中の最高指導機関としての職権を行使し、対外的に党を代表する。しかし、中央委員会も通常毎年1回程度しか開かれないので、中央委員会全体会議で選出された党、中央政治局とその上位機関である党、中央政治局常務委員会が、 中央委員会閉会中にその職権を代行する。すなわち、政治局と政治局常務委員会が平常時における党の最高指導権を掌握、行使し、日常的に重要政策を審議、決定する。政治局常務委員会は、党の全体局面に関わる活動方針、政策について意見を作成し、政治局がその意見に基づいて決定を行う。 そして、この決定内容を政治局常務委員会が計画、実施する。政治局常務委員会は、執行機関である党中央初期どころ、政治局及び政治局常務委員会の事務機構に、対して、党内関係部門へ、決定内容事項を指示する。つまり、全体局面に関わる活動方針や、政策性の文書の決定などの重大事項の、決定は、政治局が行うが、 政治局会議は一般に毎月一回の開催のため毎週一回開催される政治局常務委員会が政治局の代行及び執行機関として日常的に政策を計画実施する政治局常務委員は政治局委員よりも高い権威を有しており政治局委員にとって政治局常務委員は各担当ポストでの上役であることから実際の政治過程において政治局は 政治局常務委員会が提出した意見、決定について補充的意見を述べることはある。反対意見によって否決することは少なく、結果として政治局常務委員会が提出した議案を追認することがほとんどではないかと推測される。従って、政治局常務委員会は、政治局の上位機関として、中国共産党における、事実上の最高意思決定機関に位置づけられる。 政治局及び政治局常務委員会は、次期党大会の開催中も、党の日常活動を継続して行い、次期中央委員会で、新しい政治局及び常務委員会が選出されるまで業務を行う。中国共産党の最高指導者である、中国共産党中央委員会総書記は、政治局常務委員の中から、必ず選出されることが定められている。また、慣例上、 国務院総理、首相も、必ず政治局常務委員から選出れている。国家主席、全国人民代表大会常務委員会委員長、国会議長、中国人民政治協商会議全国委員会主席、中国共産党中央軍事委員会主席、国務委員常務副総理、第一副首相、中国共産党中央初期どころ、常務初期と、 中国共産党中央規律検査委員会初期も政治局常務委員から選ばれるケースが多い。党内の権力闘争の激化を避けるために最高指導部である政治局常務委員経験者の刑事責任は追及しない党内の不分率、経事不常上,上位があり、文化大革命終了後の4人組裁判で王公文、長春京が訴えされて以降は政治局常務委員経験者が 刑事訴追された例はなかったが、2015年4月に、前政治局常務委員の衆栄校が刑事訴追されたことが、中国国営メディアによって報じられ、刑不浮上上位は破られた。張氏洋時代に5人だった政治局常務委員は、張氏洋総書記失脚後常に、バランス人事が図られ、増加していった。特に、小厚し体制が発足した第16期等、 中央委員会第1回全体会議第16期一中全会では、卓民体制の7人から2人増えて9人となった。政治局常務委員9人体制は第17期にも引き継がれたが、修理体制第5世代に移行した第18期一中全会では、政治局常務委員は7人に減員した。習近平体制における政治局常務委員の原因については、 決定の迅速化や習近平総書記の権限強化が狙いとされる。党中央政治局常務委員会は、党中央委員会全体会議によって選出される。政治局常務委員会の職権について、党規約第22条は、中央政治局とその常務委員会は、中央委員会全体会議の閉会期間において、中央委員会の職権を行使する政治局常務委員会が、 中央初期どころの構成員を指名すると定めている。なお、日本の中国政治研究者である、坪田と隆は、政治局常務委員会の具体的な職権として、以下の項目を挙げている。坪田と隆の研究によると、中央政治局常務委員会の会議制度及び、文献批准の方式は、以下の通り。中央政治局常務委員会は1928年7月の、 第6期一中全会において設立された。1934年1月の第6期五中全会から1956年9月の第8期党大会での党規役改正までの間は中央初期ところと称し、第8期一中全会からは再び中央政治局常務委員会と称して現在に至る。第8期党大会以降の中央初期ところは、 単なる日常業務の処理機構となった。あ、疎長進む、1929年春に病死、向井正発、公営、週恩来、最下盛り、1928年11月に解任、理律3、後に加入。向井正初、理律3、週恩来、苦衆白、助鈴音、雇い順章、炎兵器無期中発、週恩来、苦衆白、 向井忠し発、周恩来、張国党、陳承吾、二月に加入、露福広市、周恩来、張文典、広い西へ、張文典、露福広市、広い西へ、張文典、周恩来、公営、張文典、毛沢東、周恩来、広い西へ、公営、張文典、毛沢東、陳承吾、陳雲、公正、毛沢東、張文典、 陳雲、厚生、陳昭雲、任筆寺、1940年7月に加入。毛沢東、中央政治局主席兼中央書記どころ、主席、劉少記、任筆寺。毛沢東、出得、劉少記、任筆寺、周恩来。毛沢東、中央委員会主席。副主席は設置せず、出得、劉少記、周恩来、任筆寺。 1950年10月に死去、陳雲、1950年6月、第7期三中全会にて就任。毛沢東、劉少奇、周恩来、取得、陳雲、東昌平、林氷、1958年第八期後、中全会にて就任。毛沢東、林氷、周恩来、東中、陳白達、東昌平、後世、劉少奇。 第八期十二中全会にて解任、出徳、理不春、陳運。毛沢東、林彪、周恩来、陳白達、厚生。毛沢東、周恩来、1976年1月に死去、王公文、厚生、1975年12月に死去、要件 A、李特性、1975年1月、辞職、出徳、長春京。 必ず、武頭、1975年6月に死去、呂昌平、第10期に中前会にて就任。毛沢東、1976年9月に死去、過国法、王公文、1976年10月、解任、要憲営、出徳、1976年7月に死去、超春京、1976年10月、解任。 過国法、中央委員会主席、要拳 A。過国法、中央委員会主席、要拳 A。藤昌平。過国法、要拳 A。藤昌平。離仙年、王東孝、第十一期後中前会にて解任。陳雲、第十一期三中前会にて就任。雇用法、第十一期後中前会にて就任。蝶子王、第十一期後中前会にて就任。 雇用法、要件 A、東昌平、超市用、離専年、陳運、過酷法。雇用法、中央委員会総書記、要件 A、第十二期後中前会で辞任、東昌平、超市用、離専年、陳運。超市用、総書記代理、東昌平、離専年、陳運、雇用法。超市用、総書記、利法、教籍、固形立、要遺林。 高卓民、総書記、理法、教席、陽位林、総平、羅、理髄館。高卓民、総書記、理法、教席、理髄官、主要記、流化性、古金等。高卓民、総書記、理法、主要記、理髄官、古金等、上、健康、李乱性。古金等、総書記、ご報告、恩家法、家系林、素慶公、高菊。 2007年6月病死、暮れ完成、李朝春、羅漢。古近東、総書記、御報告、御家宝、家計林、李朝春、習近平、李渇京、河国京、修栄光。習近平、総書記、李渇京、張徳栄、湯忠しせい、雲山、王木山、張高麗。習近平、総書記、李渇京、栗戦書、王洋。 大小安市、長学期は半タだし、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。